じゃあ早速、主役のお二人呼んでいきたいと思います。井上薫さん、岡本慎吾さん、どうぞ。おはようございます。どうもどうもどうも、はい、おはようございます。どうもどうもどうも、皆さんおはようございます。しかも足大丈夫？そうよ、ちょっと簡単だからね。うん、これが熱中症ってことでね。熱中症、熱中症、熱中症2回目の前もう感じの、うん、それも言われて、うん、脱水状態になってくれて、体がいいけど、ちょっとあれやねて、筋肉もあれやねて、こういう話が始まったはい。もうね、うん、知ったら、加藤ちゃんみたいにね、ゴルフやってね、チーム行ってね、健康体ええわ。え、僕は初めて知った。いやいやいや、ないけど、人間として、まあ、人間として初めて知った。猿じゃなかった。笑顔でチャリオン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 笑顔でチャリオ
さん、もともとね、岡本慎吾さんがやってらっしゃって、そうそう、はい、でね、この前のミッドナイト警備の会もいっぱいお借りいたしました。いえいえ、もうどんどんね、石井さんがそらして活躍してくれて、で、また花があるんで、僕は嬉しいです。いや、慎吾ちゃんもあるで、花。え、あるある。花はね、団子はなの。しょうがない。しょうがないので、申し訳ない。暑い中、すいません。いやいや、いいですね。でも、こういう形で、あのね、あの、この2人が。しょうがないので、ごめんなさい。積もってるし。ということで、次は、ライフレーズのお話になります。怖いね、って感じですね。これは確かに僕、あれだと思うんですよ。あれだよね。ねえ、ばあちゃん。うん。本筋が難しいもんな。うん。逆に鼻筋も難しい。あれるやってなや。あれるやろ。あれるやろって。今、言ってた。あれハレルヤーだかな。ハレルヤ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 。そうですね。ハレルヤ。だから天候が晴れましたね。そうですよ。ハレルヤで晴れましたわ。ねえ。ハレルヤーで一回ヒットした曲なんですよ。誰の歌？誰の歌なんだろう。ハレルヤ。ハゲルヤ。ハレルヤ。ハゲ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 ルヤ。なんだそれはって感じですけども。前泉純さんかな。懐かしいな前泉純。前泉純って懐かしいな。懐かしいのかい。好きな、好きだけど。あ、聞いたことある。はい、日本歌謡大賞かレコード大賞。レコード大賞。そうか。雲に乗りたいってこれヒット曲ですね。あのアイドル歌手が歌いしました。風に吹かれてではない。違う。それはサルガン席。そうそう、それはサルガン席です。そうです。ピシュって歌うまい。ピシュ歌いますよ。あ、歌うだけ。うまい。一応歌って、教えたりしてた。俺たちは教えて。教えてた。教えたりもする。ほんで、猪俣公社の曲なんか歌ってもらったり、坂本龍一さんとか。知ってることない。猪俣公社で知らないですか。そうです、歌ったことないです。超スーパースター。そうなんですか。猪俣痛い。猪俣痛いって。お前が、猪俣公社さんってすごいスーパースター。はいはい、あの坂本冬美さんとかそのともろもろ演歌歌手を育てた歌手ですよ。森進一とかね。はいはい、はい、超スーパースター森進一です。はい、あ、なんか歌ってもらったね。森進一の歌。え、しんごちゃん。森進一の歌。え、しんごちゃんが歌うねんの。ちょ教えてるってことは僕それを練習させてもらって歌わせてもらいました。森進一の歌ってことだったんで、じゃあちょっと森進一の歌。猪俣公社を振ったから、うん、ここでイシスが教えてるというから。森進一の歌。じゃあどうぞ。そう、坂本冬美さんの歌なんかして。どうぞどうぞどうぞ。ああ、ありがとうございます。いいですかね。どうぞ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 。あなたが女か男が中か。あれ、ちょっと待って。上手なってるで。え、久しぶりおったけど。そう。もうひょっとしてなんか習いに行ってんじゃん歌。わかった。うん。あの。
っちゃうまい。すごい綺麗なね、リブラウトでしたね。歩行と一緒にね、はいはい、練習してるんです、声。あ、いいですね、大事。腹筋がね、ないんで、歩行練習してたら、腹筋に力が入るから、なんか歌がね、今、カルちゃん歌ってる、歌ってる、何言ってるってことで、腹筋が立ち上がるのが今や。あ、もう、うん。いいですね、めちゃくちゃね。うん、井上田坂本由美さんの曲なんか知ってます？また君に恋してる、ですね、これでもあれですけど、ビリーバンバンですけどね、ビリーバンバン、ビリーバンバンですけどね、はい、そうそう、前は井上田坂本ちゃんってな、そう、それで知らないんですよ。あ、勉強してほしい、勉強してほしい、カロちゃんが井上田で言うた瞬間、もう井上田校章やなとピンってきてほしい。わかりました、そうそう、井上田で言うた瞬間、もう頭に来たら、もう井上田校章のうち、いや、井上田痛い、痛い、胃のまた痛い、胃のまた痛い、聞こえるから、聞こえるからね、ここからだったら聞こえちゃいますから、結局神経質のまたほんま痛いかも分からへんけど、それ言うて、まあでもそうですよね、猪俣選手なんでカープの人天皇って言われるか分からへん、いや結構猪俣君神経質だね、え神経質だね、めちゃめちゃ猪俣選手、状態通らない、通らない、真面目に、怪我は前回一掃してるし問題ないと思う、自力4、3、2、1、0、ハッピーバースデー、違うな、何それ、1分くらい、そういうことじゃないんですね、ただいが誕生日なのかと思った、そういうことじゃなくて、はい、誕生日って何やねん、いや、なんかカウントダウンかなと思ったんですよね、まあ、第5レース、ご覧の狙い目となりました、志保、はい、さんは 2から4号こちら折り返していただきます、はい、そしてカロさんは4番の愛嬌選手から挙げていただいております、4位だけを折り返しということで、はい、もう全体的にアレルレア、アレルヤロ、アレルレアローって言ってます、はい、はい、ということで、はい、ぜひ皆さん予想の参考にお役立てください。次は、第7レース、こちらのステージでまた予想会を行います、ぜひぜひ皆さんお立ち寄りください。ご清聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。主役のお二人をお呼びしていきたいと思います。岡本慎吾さん、三菱正宏さん、お願いいたします。皆さんこんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、曇りとちょっとね、天候も悪くなってきたんですけども、先ほど話したんですけど、はい、ちょっとね、蒸し暑いけれど、ちょっと雨の匂いもするような、しますね、ちょっと風が道は出てきたな、出てきましたね、2メートルぐらいありますね、見てみたら天候がね、ちょっと下り坂になるとね、風がやはり出てきますよね。そうですね、はい、やはりちょっと今も荒れたんでね、荒れた、はい、ちょっと荒れムードなんで、そうですね、はい、荒れるやつさん、嵐を呼ぶ男や、ほんまに、もう石原裕次郎じゃねえの、嵐を呼ぶ男、嵐を呼ぶ男って知ってますか、やらしい、ふわっとふわっと、そうですよ、今日マリリン・モンローなんで、ちょっと気をつけて、今日はワオな感じなんで、僕は石原裕次郎じゃん、君渡り哲也、渡り哲也、ダイモンですか、そう、ダイモンで行く、え、すごい面々だな、渡り哲也にモンローってすごいですね、僕で石原裕ちゃん、石原裕ちゃんやるんですね、嵐を呼ぼうとか、とんでもない面々じゃないですか、グラスワイン持って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 、ブランデーこうやってね、そうですね、やってもらってということなんですけども、はい、この後ですね、第7レース、予想していただくわけなんですけれども、そうです、はい、まず並びからね、まあ今日この後第11レースの予想があるわけじゃないですか、そうですね、毎回戻ってきますんでね、え、みんなが前戻ってというか、はい、3日間通してね、このメンバーでね、はい、そうです、予想会行われるんですよね、そうです、7と9として、そう、11でもう一回カラオちゃんでやるんです、さあ、そう大忙しですね、そう、水橋ともう一個させてもらって、はいはい、あと11でカラオちゃんと3でもう一回するんです、はい、なんでそういう大忙しやでございます、はい、ということでね、うん、そうですね、なんか生き生きしてるな、生き生きします、なんか違う、本当なんかあったんじゃん、赤あった、なんかあったんじゃん、あ、でもちょっといい感じですよ、朝からカレー食べたから元気かもしれないです、朝カツカレー食べたんですよ、朝からカツカレーを食べてる僕は横で座ってた時にちょっと気持ち悪かった私がでもわー美味しいピザを食べてるのを聞いて、三橋さんの横で具合悪くなった、ちょっと想像すると、お前そんな時でもっとね、はい、イシスに負けたなんでカレーご飯食えへん、そこ何食べるんですか、そりゃそうよ、イシスがこんなに元気になってカレーや言うてんのに、はい、お前無理あるんですよ、これが
カレーはカレーですね。カレーです。はい、ということで第7レースご覧の狙いとなりました、はい、ぜひ皆さん予想の参考にお役立てください。でこの後ですね、第11レースの方もこちらでステージで行わせていただきます。予想会が自己予想会でございます。ぜひぜひまた、ステージの横で、楽しんでいただければと思います。それでは皆さん、お買い物の内容にお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。申し訳ございません。またよろしくお願いします。お呼びしてもよろしいんでしょうか。お呼びしていきましょう。岡本慎吾さん、水橋本慎吾さん、お願いいたします。皆さん、雨の中申し訳ないです。お願いします。こんにちは、よろしくお願いします。はい、ちょっとね、こんにちは。ちょっとね、今、はい、通り雨中ですか。雨降ってきたんでね。はい、ちょっとね、うん、ちょっとなんかどんよりしてたんですけど、ちょっと風出てきたんでね、はい、ちょっとした雨やむんかなと思って、またちょっと雨降ってたよね。ね、なんかでも私さっきから思ってたんですけど、はい、さっきと言わずずっと思ってるんですけど、慎吾、はい、さんがステージに立つと晴れるのって何なんですかね。あれ、すごい晴れ男じゃないですか。慎吾さんでも和歌山では嵐を呼ぶ男、嵐を呼ぶ男で配当取れない、はい、その配当は取れないですってイメージあるんですけど、はい、いやなんか私岸和田でステージご一緒するときに慎吾さんいらっしゃるといつも晴れるんですよ。そうね、何なんだろう、やっぱりこれはお人柄なんでしょうか。僕も岸和田来たとき9年間ほとんど取れなかったら雨やんだね。そう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 、それはめっちゃ、あ、そうですか。前回、そう、前回とかも、まあ、前に予想会させていただいたときもそうだったしね、はい、なんかこうレースは嵐を呼びますが天候は晴れる、晴れるんですよ。すごいね、不思議ですよね。不思議やな。あの星野めぐみさんにもよく言われる。ああ、でもでもね、だって星野さんも同じ感覚、ね、そうそうって思うんですよ。僕も今ねパートやって今雨やんでるから、はい、そうあれと思ってね。先ほどもそうですもんね。先ほどもよく言われます、はい、ねえ、だからやっぱり、ま、今ちょっと、ま、やんでるような状態でこの後、ま、第9レースを行われるわけなんですけど、はい、どうでしょう、まあ、じゃあ雨でもどうですか、実際にバッグ濡れてると、うん、降ってるのとやっぱ変わらないですか。そのあのね、濡れてるのと降ってるのと違います。やっぱ違いますか。違うよね。違います。全然感じが違います、はい、ただ濡れてるだけだとどんな感じなんですか。僕はどっちかだ、ここやったらちょっとあの綺麗な足の回し方するんで、うんうん、滑らかなスムーズな点は見える。僕やったら濡れてたり雨降ったりなんですよ。バランス悪いから踏み方がどんどんされちゃう。後輪がスリップしてこれだって。あ、自分でしろ、これを自分で動くってことじゃあ、あんまりこう、あの、なんだろう、降ってなくても濡れてるの嫌だなって感じ。嫌です。あの降り始めとかで濡れるじゃないですか、はいはい、あれから急に濡れるとそのやはりコーナーのところで結構スリップする選手とかも多い。多いんですよ。だから競輪でね、雨が苦手とか逆にダッシュ型がね、うん、お尻上げられないんで、はいはい、これ全てスリップするんでね、はいはい、だから雨が苦手やちょっと向いてます。はい、はい、ありますよね、これは。ダッシュ型でしょ。だからなんか先行が決まりにくくなるとか、あの後位が決まりにくくなるときついじゃないですか。 そうですね、はい、それはそういった背景があるってことですよね。そうですね。そう、はい、じゃあこの後もやっぱりまくりが決まりにくくなるってことなんですかね。どうですか。僕もそう思うんですけどね、うんうん、どうしても雨の時は先行有利と思いますからね。やっぱりそのイメージは、ね、あの言葉のイメージはすごくありますけど、はい、まだね、その腰痛ではありますが、はい、あの山田選手と佐野選手からするとゆっくり腰痛であれば腰痛の方が全然走る。そうですよね、まあ、はい、ゆっくりってだってもうね、その瞬発的な痛みというかですもんね。力が入らない。え、力が入らない。この間からぎっくり腰になってるから。あ、そっか。左と右になってるからもうね、大変これだったら杖ついてな、大変やね。階段が怖いの、怖いな、怖いよ、こけんの、こけないのって。ぎっくり腰したことないから分かんないんですけど、はい、どんな感じなんだろうなっていう。今できるんですか。え、怖いですけど、いきなり私じゃない、完全に外されるから怖い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 。まあ、そうですね、俺ぎっくり腰なんだよねって言って後ろつかないですもんね。そうそうそう、先輩ね。そうそうそう、普通ね、はい、技術がね、体沈んでて、あの骨バラバラなんだけど
そんな後ろつく？それ、あの、しおさん、まあ、これバラバラなんですけど、後ろついてもらえますか？無視します。無視するのはちょっと泣いちゃうけど、いや、そんなレベルですよね。そうだ、同県でも、はい、なあ、そうです。特に同県だからこそ、そういう細かいね、話はできるのかなって。僕たちがね、はい、ちょっと腰痛いんやけど、はい、本当は俺前回ったら、お前次の時取りに、うん、俺やったら、俺の時代にできるから、はい、都市が見たりして一回り違うんですよ。はいはいはい、三田橋君がそれで僕が後ろ回りますから、はい、引っ張るのが分かるんですよ、はい、ただ三田橋君が言うと腰痛だし、あの後ろが腰痛だと分かんねえやけど、俺は怖かった、俺ついておいたろうって、うん、こんな会話、うん、やっぱだからそういった意味で、やっぱ同源だからそういうコミュニケーションも取れると、はい、そういうところですね。現に回ってるってことは何かしら人が動くんじゃなかろうかなって言ってるから、はい、5からがものすごいです。これマジで皆さん5から狙っていくのかなり美味しいところですね。2社さんってこの配当ですからね。2社さんでこれだけ5倍と、まあね、10倍切るところもないですし、ものすごいねこれ。で88倍ってところもありますから ね、 ね、ぜひ皆さん参考にしていただきたいんですけど、3年だ6413で前だ12だよ、まあ、12点、そ う、 そう12点ですからね、この12点で押さえていただいて、2社さん4つでな、そうするんだけど、そう2社さん4つで最大配当が88倍なので、ぜひちょっとね皆さん、ね、これそうだよこれ、うん、参考にしていただきたいと思います。よりネラビアと、ネラビアと最高のネラビアですね。ネラビアな、アナやな、アナ、アナ、ホール、ホール、ホール、マジだ、ホールの方のアナね。あ、英語で喋れるからね。あ、そう、三角語で言ったんだ。いや、一応英語、日本語で、スペイン語読むぐらいですけどね、うん、あのベルギー語、ベルギーは、ベルギー、ベルギー、ドイツ語ですかね。あ、そうなの、多分大丈夫。スペイン行けるな。スペインですね。オラコメスター、オラコメスターって、オラごめんだー、オラもごめんだー、オラごめんだー、違う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 、これオラコメスターはあのこんにちは元気みたいな、調子どうみたいな、あ、それはフラメンコかしら。あ、フラメンコ、フラメンコでも南の方なんで、そうそう、私はあのバルセロナなんで、ああ、バルセロナ、首都マドリード、ああ、マドリード、そうバルセロナ、はい、マドリードじゃん、マドリード、マドリードはね、美味しいやつ、焼き菓子、焼き菓子、私焼き菓子、そう、めちゃくちゃじゃないですか、何を言うか、俺も焼き菓子じゃない、私はバルセロナの人なんです、バルセロナ、そうそう、父がね、バルセロナのお菓子って何？バルセロナは、まあ、ポルボロンっていうすごいあのなんか柔らかいクッキーとか、はい、あとクレマカタラーナ、それこそカタラーナってよくプリンみたいなやつあるじゃないですか、はい、あれはカタルーニャ地方のカタラーナから来てるんで、あれバルセロナのやつって言ってもいいと思うんですね。カルネは、カルネはでも肉ですね。カルネは肉です。スペイン語で肉です。肉なんや。チリコンカルネとか言いますよね。そうそうそう、そう、チリ、あの辛い、うん、肉です。辛い肉、辛い肉、スペインのアイスクリームで、はい、アイスクリームはでもそうですね、なんかまあでもスペイン、アイスクリームはでもジェラートとかイタリアが有名かもしれないですね。スペインはスペインあるけど、まあでもジェラートをヘラートって言いますね。ヘラートヘラートって言いますね。ジェイ発音しないんで。あのね、風習がね、日本とスペインの違いってどれ、何が違うんですか。あ、でもすごく似てます、日本とスペイン似てます。海がやっぱり近いので食べ物をお米食べるし、そうなんで魚介もほんとタコとかも食べるし、ちょっと似てると思いますよ。日本の食文化には似てると思います。あとまあ違う、違いといえば時間帯、生きてる時間帯が違うと思う。日本人は朝7時とかに起きて、昼のまあ12時ぐらいにご飯食べて、夜は6時とかにご飯食べるじゃないですか。スペイン人は朝10時とかに起きて、で朝ごはん11時ぐらい食べて、3時ぐらいに昼ごはん食べて、シエスタして、夜10時、11時ぐらいに夜ごはん食べてます。あ、それがずるいの？ずれてますね、時間は。そこが違うかも。やっぱりそういう流れも違うし。そうですね、そういう意味では文化ちょっと違う。ただほんとよく似てるわな、感覚は。似てますか？うん、なんか日本人の感覚になんか近い。そう、日本生まれ日本育ちなんで日本人になっちゃいました、結果的に。はい、結果はこんな顔してますけど、というところで。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。もういらないなんで、ちょっと疲れましたんで。はい、ということで、第9レース、皆さん、ぜひ予想の参考になさってください。締め切り7分前となっております。さあ、この後、第11レースもこちらのステージで予想が行われます。ぜひ皆さん、お立ち寄りいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
願いします。お願いします。ちょっと晴れましたね。あの天気がね、やっぱりありがとうございます。いつもありがとうございます。本当に天気がね、はい、ちょっと鬱陶しかったんだけど、うん、晴れだ、抜群だ。晴れだ、晴れだ空で、晴れるや、晴れるやって言ってもあるね。いろいろあるんですけども、そういろいろあるんですけども、はい、さあということでね、まずは一言あれやん、まずは笑顔でチャリオン。はい、藤森です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、笑顔でチャリオンでいい、笑顔でチャリオンで、笑顔でですよ、はい、ということで今日はね、はい、もうまあ本当あっという間にもう第11です。第12です。そうですね、もう11来ました。今日はこれだけドニコレステなかったら、そうですね、はい、行きましょうか。そうですね、やっぱり斉藤選手、結構シビアに1行きますもんね。そうです。斉藤選手膝大丈夫？膝はシワシワ。おっとせい、本日74ね、74ね、74返しません、返しません、はい、無視されちゃう、無視されちゃう、音声無視、はい、あーって出てきました。音声でわわわって泣く、音声だ、おー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 、さすがやでしょ、音声大事、おー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 、それはなんかそんなんやな、メスのね、今の音声、あ、オスは、オスは、うん、それライオンやん、ただ声が違う、極端にね、はい、はい、小島慎吾ちゃんは7からの、7から行かせてもらいます。はい、7から、4から1、3乗り換えでもいいし、4から2、3乗り換えでしてもいいかも。あ、兄さん寄ってらっしゃい、兄さん寄ってらっしゃい、うん、山田選手が残るっていうのもあるな、はい、ね、ちょっとでも考えると止まらなくなりますね、これね、何ぼのくらいあるから、そうですね、うん、本当に特にまあ微分線でこんだけ考えるとなると、いやね、考えたら考えるほどね、あの目が出てくる、ね、ですね、全部のラインからなってくるんでしょ。そうなんですよね、うん、一回ちょっとね、思考を止めないといけない、うん、思考、思考を、うん、止めないといけない。ちょっと待って、え、あの石津は4から1で1の折り返し、4から1の1の折り返し、うん、石津ほんまにこれでええねんな、当たり前だろ、クラッカーやないの。え、しおちゃん何か言うたってやん。いやー、そんなあたり砕けろ、爆発これやないの。やっぱり師匠やな、今の。さすがでした、さすがやったな、今のは。もうどれぐらい腕上げてきてるから、石は油で感じてしまった、油で感じた。いやでもしおちゃん負ける、しおちゃんほんとこれ12です。7、3の折り返しと7、4で、ほんまにええねんな、あたりくしゃりき知っとれば負けた、新しいやつです。あ、もう一回、そう、それをね、さっきね、新しいの考えたとおっしゃってて、ああ、え、ちょっと振りもう一回見ていいですか、もう一回いきますか、お伺いします、はい、振り、ちょっと待って、はい、シムちゃん、ほんまじゃ、12レース7と3の折り返しと7で4で、ほんまにええねんな、アタリキ、シャリキ、シントラマン、ジワ、ここです、このスペシャルコースで、最後ね、これ、あー、シワって出して、シムちゃん、お客さんは全くないけど、そう、それでも、いやいや、これは、ね、全く反応がない、いや、これ新ネタだから、まだこれから浸透させていかなきゃいけないんですよ、まだ、ね、まだ当たって砕ける爆発ゴロも、ま、どうですか、お客さん、あの、今のジャブ、面白い、え、面白い、ありがとうございます、またそこのお客さんの見る目があるわ、なんか男前の、あれ、俳優さんじゃん、見る目ありますね、反り味ちゃうかな、え、何、石津これほんまに、あの12レース41の折り返しと41の3でほんまにええねんな、あっという間のクラッカーえないの、おお、まあ、ええな、ええな、やっぱり女性らしい、なんかいつも欲しいな、爽やかな、爽やかな、ちょっとまた変えてみて、慎吾ちゃん、慎吾ちゃんでええしな、そうそうそう、僕は男らしく強く、男らしく、そうそう、私しなやかにちょっとやってみよう、ね、しなやかにね、踊ってもいいんちゃう、バレーボールにしてもいいし、バレーボール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 で踊ったらいいんちゃう、アントリーマルドのクラッカーないの、そうそう、どういうこと、バレーボール、バレーボール、バレーダンスじゃなくてね、バレーボールの、バレーやったら普通、バレーボール、当たり前だ、クラッカーがない、ノー、回転チェックとか、あかんかん、ほんで、ほんで、オットセイは、オットセイは、オットセイは、うん、オットセイは、うん、
よ。ほんだね、小学校ではね、獅子舞よ。獅子舞獅子舞獅子舞よ。こういうやつ。獅子舞。予想会のステージで獅子舞やったの初めてですよ。獅子舞で見たことある？ありますよ、こういうやつ。頭がガムってかぶやつで、あのものすごくもらえるやつ。そう、はい、あれ、頭良くなるから。そう、子供噛んでもらうんで、子供が泣くやつ。はい、汗だく。わかりました、わかりました。はい、これでお時間となりました。はい、獅子舞でお時間となりました。獅子舞でお時間となりました。どうか締めくくってください。はい、これ獅子舞ですよね。これで獅子舞でございます。皆さんありがとうございました。第11レースとどうしました？疲れてる。反省してる。急に日光されるんだなってる。中にいらっしゃると思うんですけども、今西門ゆうほのステージにて第5レースガチンコ車検対決予想会を行われます。司会進行となります竹田律です。よろしくお願いします。ありがとうございます。この後ですね、皆さんおなじみの井上五郎さん、そして岡本慎吾さんによるガチンコ車検予想会が行われます。この後ね、第5レースから第11レースまで奇数の、数字のレースね、こちらで予想会やってまいりますので、皆さんぜひ、ちょっと暑い中にはなりますけれども、もう本当日陰の方でも大丈夫です。よかったらぜひぜひね、お立ち寄りいただいて予想の参考にお役立ていただければと思います。なんだか今日はちょっと雨神がね、まあいいでしょうな。あ、まず、主役のお二人呼んでいきたいと思います。井上薫さん、岡本慎吾さん、お願いします。よいしょよいしょよいしょ。あれちゃん、玉木浩二さんだ。あ、玉木浩二さんがいる。いや、暑いな。暑いですね、本当に。どうもこんにちは、暑いですね。どうも。もう炎天下中間ですね。はい、本当に炎天下、どない見ても炎天下じゃん。これほど打って変わった天気ですね。朝とか本当にもう、私もまあキッチンカーリポートそこでやらせてもらったんですけど、すごい汗だくだったんですね。選手の皆さん、今日どうですか、この暑さで。これね、バンクの中でマジで、この感覚よりもっと暑い。もっと照り返しがある。なんだ、コンクリートの跳ね返りがある。じゃあ体感で言ったら結構本当に。体感ではどれくらいあるの？だから40度はあるわよね。もっとあるかもかな。そんな中でね、レースがね、行われてるわけですけど、そういった場合どうですか。まあ、実際にレース集中しちゃうとあれかもしれないですけど。もうね、レース集中したら分かるやん。全く分からん。やっぱ集中していくと変わる。まあ、別にだからそんなにこの炎天下っていうところはそこまで気にしなくて。そう。だから選手紹介一番嫌やな。嫌やな。もうあの選手紹介気合入ってないやん。そうですね。これからですもんね。ぐるっと回るに。暑いなとか、一瞬ね、風強いなとかな、寒いなとかあるよな、感じるわけですね。でももう用意どうなったらもう完全に忘れてるやん。もう全然気にしません。なあ、あれ何やろな。やっぱアドレナリンというか、やっぱり出るものがあるんですよね、きっとね。はい、でもね、その時の持っていき方の変わるちゃん変わるちゃんで、ここはどっちかやったら、頭の空白にその自分やらなあかんことがさっそばっかり。はい、変更やらなあかんこと簡単やんか。そう、人より腹切るだけやんか。腹切ることが失敗したらどないしようとか。いや、変更やってね、そんな考えねえよ、しゅうこちゃん。そうなん、何も考えてなかったやん。いや、僕はもうカールちゃんに言ってたことない。いや謝ったりとか。ただ単にもう、ドーンっていう、ほんまよう言ってた。はい、それがね、ものすごいね、もし手を出らないんだらどないしようとかね。いや、それはないわ。それより、マップする自分の方で俺かなり気を使ってた。ああ、ほんま。絶対先行してくれるから、はい、まくってくるやん、はい、まくってきて、どこでまくってきたら交渉、で交渉とかもいっぱい考えてた。そうか、ブロックしたりとか。いや、それな一回も出たことないよ、シンゴちゃん。そう、ないよ、一回も止めてくれて。カーリアを残してくれてんのよ。いや、なんかこう、あっちゃんいいですね。なんかそういうなんか現役時代の、そのコンビネーションの話とか、はい、残しに行くとか、そうすごくリアルですよね。やっぱヒューマンやん。ヒューマンですよ。現役はヒューマンストーリーですよね。だからこういう、そう、別にただ無関で読めてる。そう、別に、また成功してくれたら、ああ、そうですね。ガッと車間切って別にね、抜かなくて頑張ってくれて、まあ
プッと抜けて2着ね残ってくれた一番最高や。はい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 。うん、俺ははよね、あのもうカオルちゃん入る超えてほしいなと気持ちが1着取ってくれなと思う。だ1回だから。順番には出して車間を思い切り切って、はい、上げて、ゆるへん抜けんかったから、和歌山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 準優で、そうそう、はい、で1着取らせてもらった。でもそれすごいって、でも気持ち的には残しに行く、そうそう、で先行するじゃないですか、なんかいいですよね。だからそれが各ね、なんか仕事持ち場の仕事役割をね、皆さんで分担して、そうそうそう、いやそういったことをね、リアルに聞けるってありがたい。丸山花町恋の花町、花町ってあのね、三好英二の歌、三好の英ちゃんの歌、話が置いといて、まず出た花が、僕は53、これ、開発しとくのやめとこう、3で53、80秒だ、3でも37倍だから、いいんじゃないですか、53で89倍、こっちに出すわ、こう返さない、返さないですか、にらめっくした、ほんまに、かええやないの、ええやないの、返して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 、返せへん、え、返す返せへん、返す返せへんで、ええんかって言われたから、目と目に合って、そうそう、パッと見たら37倍やったら若いやったら返すなと思って、心の中でちょっと曲がってしまった。そうそう、うん、返して、5335、はい、3535言っときます、はい、それいいと思う、あ、風をね、うん、あの上げてくれてるから、なんか変わった、日本語出てこない、ね、変わった、そういうの、中国ちゃん、ほんまにそれ5335でほんまにええねんな、社会的新ドラマ10話タイラジ、タイラジは早速ね、慎吾さんの新ネタをやらなきゃと思って、思わず出てしまった、よだれが出てしまっちゃったよ、ちょっと昨日ね、あの、うん、新しいネタを慎吾さんが、うん、あの披露されていて、はい、しかもお風呂で長いことね練習されたとおっしゃってますから、しっかりと努力しました。そのネタは、練習したネタっていうのはどういうネタですか、これ今本家本元です、ほんな本家本物でいくのね、しゅうちゃん、ほんまそれ5と3と3と5でほんまにええねんな、あたりに社員一緒に取らない、あ、やっぱ叶わない、やっぱり叶わない、最後のやっぱりジュワッチュだよ、ジュワッチュ、ジュワッチュ、皆さんももうこれも定番ですわな、ジュワッチュ、ジュワッチュ、これは何かあったら、あのウルトラカプセルみたいなパチンってジュワッチュ、変身するんです、変身するんだ、はい、あのウルトラ、新ドラマにね、あ、新ドラマにね、あ、しもちゃん、あとピコ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 、あと1分、あと1分しかないまして、ピコ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 、1分1分、しまいということでね、あの、はい、今、新ドラマには星に帰っていただきました、はい、この後ですね、大フレーズが、行われます、締め切り8分前なんで、皆様お買い物のないようにお願いします。地元は人気しているけども、カオルさん、シンゴさんと挙げていただいているね、こちらちょっと美味しい配当になりますんで、ぜひぜひ皆さん、その参考にお役立てください。これは僕も今から買います。はい、行きます。はい、それでは第7レースもこちらで予想会を行います。ぜひぜひ遊びに行ってください。ありがとうございます。